魚さん手止めてくれない。さすさすしてる。いつまで動いてんの、マジ。魚村メインテーマをずっと弾いてます。まだ弾いてる。じゃあいきますかね。はい、はい、クローベイト。宿舎。早湧きできんから。押してるんすけどね。アドミン見てまーす。はいはい、どうぞどうぞ。結構集中して人いたから。あ、いいですか。停電なった瞬間ぐらいです。ミーティング1、メイン3、エレキ2、アーカイブ2で、シャワーの1がメインに移動して、バイタルか貨物にも1ついてた。シャワーメイン入ったのが僕。いや、シャワーいるよ、俺も。俺が一番最初にシャワー入ってるから。最後じゃないですよ、停電のタイミングですよ。うん、停電になった瞬間ぐらいですよ。うん、でも停電になった瞬間ぐらいって俺シャワー。一回埋めてった方がいいんじゃないの。ミーティング僕ね。あのプテちゃんです。おああ、そうだな。どこ？いや、エレキの9番下位で8番から歩ってくるプテとすれ違ってレポートだから。そうだよね、めちゃくちゃ直近なもんね。え、どういうことどういうこと。メイヤさんとすれ違ってないよ、僕。あ、プテちゃんです。あ、じゃあ対抗でいいです。そんな、そうなの。あ、一応ね、俺がメインホールからメイヤとほぼ並走してエレクトリカ降りてるんだけど、梅健が女性の方入ってて、で高田健がシャワー室の方バーって行って、そうだよね、残っていて、でメイヤと俺が並走して、俺がぐるぐるタスクでメイヤがすぐリポートしてる状態だから。え、ちょっと待って、じゃあ待ってローラーはしてね。え、てかアドゥンバのアドミン情報がな。いや、合ってる。え、別に合ってんじゃん。僕がね、シャワーの配線を優先的にやりに行って、それ戻る瞬間ぐらいに停電だったんで、メインさんなんですよ、魚さんも高田さんも女性の部屋で。あ、そうそう。で最初ね、いや、あって、絶対あって、僕が停電中にシャワーからメインに入って、あの魚さんが最初メインで湧いて、ちょっと右側でウクレレ弾きで立ち止まってたんですよ。あ、そう。で僕が配線やった後にまだウクレレ弾きいんのかなと思って戻りに行ったらいなくなってきたから、どこで演奏してんだろうと思って女性の部屋入ったら、魚高田が出て行って、で高田さんがシャワーの多分今ベンチぐらいじゃないですかね。そうで僕がそこ名前だけ見えて、今奥のカンカンのところにいるんですよ。はい。高田さんはさ、メイヤさんに白を打つんですか、これ。これ、うん、いや、まあ、正直別にセルフの直近もあるけど、プテヤシがそこにいるんだったら本当にいるから、プテヤシさんがなんでそれ出さなかったんだろう。てか最後どこにいる。そうそうそう。え、僕は今あれだよ、メインホールにいるよ。メインホール、うん。いや、そこで終わり。疑問に感じて終わり。メイヤさんだったら二人外だからね。メイヤさんまで終わってない。ルータータ。ルータータ、ルータータ。何ボタンこれ。ああ、いや、私シスターなんでね、やっぱ。シスターまで。そう、死んでしまった2人に追悼をしようかなと思って。アーメン。ラートム。ラートム。あんまりローラーする気はないんですが。まあまあ任せますわ。じゃあ魚さん手止めてくれない。さすさすしてる。いつまで動いてんの、マジ。魚村メインテーマをずっと弾いてます。魚村メインテーマって。
貨物ルダダ。まだ引いてる。デジタルサイネージ。天から聞こえるな、高田村メインテーマが。梅健さんは無理絶対。梅めがもうずっと一緒に行動してて、展望で目安も触ったかな。右中で、俺は触ってないけど右中見てて。あってあって。多分梅健さんなってる。触った人いるこれ。ないこれ。オッケーオッケー。展望で二人います。間違ってる感じはしなかったけどね。宿舎下来た人誰ですか。いない。宿舎下来た人がいないんだったら絶対インポスターか魚さんですよ。僕が宿舎開きで金庫タスクやって左右行ってドア開けていくときに、右のドア開けているときに下のドア開いたから、じゃあ畑さことかは無理かな。簡単もまあまあ厳しそうですけどね。石油で、トータスさんがテープタスクをしているのを見て、うん、見られてるよかった。その前にアップロードをしてて、アップロード出ていったときにトータスさんがいて、エレキで高田さんに会った。はい、割と難しい。エレキで、エレキから上がって、で、畑さこがエレキの階段上らへん、鬼木がおそらくシャワー側から入ってきてるから多分無理。その、なんだっけ、扉は。七子さんどこまで行きました。俺は貨物 の、 あの停電前のとこまで行って、停電は触れてない。どういうルート。エレクトリカルバイタル貨物。あ、じゃあ対抗。誰と。だって俺が、アーカイブ空き、畑さこと俺アーカイブ空き、はい、でラウンジで配線やってゴミ抜きやって、僕とすれ違ってね。ああそうだ、鬼木とすれ違ってた、うん、で貨物バイタルエレキで最後メイン上がってっていうことだから、ちょっとね、貨物側に向かってるのはつか見えてる、俺がバイタル側に向かってる。いや、分からんす。分からんか。電気で右側に向かってるのは見えてる。それも見えてない。いや、エレキか、石油からなんかエレキに行くような動きっぽかったのは見てます。だから、なるほど、こう脇なの。脇は石油のはず。ごめん、ちょっとあんまこのターンあんま頭動いてなかった。石油からエレキに向かって、バイタル貨物に向かっている。ほぼすれ違い。貨物で何かやった？貨物でね、バイタルで誰もやってるの。ちょっとごめんなさい。ボタン押します。すれ違う可能性って。バイタル。あら、お、7個しんらボタン押しますとは言ってたから、ね、ミーティングかな。ミーティング奥まで確認してるけど、いないですよ。直したん誰ですか。中野アルマ、はい、うん、アルマ君っぽい。俺視点、トータスさんがまあ立ち止まってたらちょっと怪しい動きはあるけど、キリュウ、死体作れる場所はない。うん、めちゃマット否定もされてるし、うん、プテで押してるんだったら白なので、じゃあ梅県名屋到達まで無理で、うん、
となるとアルマ君のさっきのドア情報いないんだよね誰も。ハタアタッカータケがなんか無理そうみたいな話を聞いてたんで。メイン真ん中らへん。うん、でモモナナしかいないかなと思ったけど、ナナコさんがまあマットで死ん切られたパターンはまあワンチャンだけど。ほんとね。宿舎下のドアは開けたのって。いや開けたのが魚があるよ。死んだ魚がね。ああそうか。鬼気は。鬼気は切れるかもしれない。宿舎下のドアが開いた後に、僕がミーティング行って停電が入ってボタン待機だから、まあまあ時間はあるっちゃあるから、停電あのターン結構長かったんで、うん、多分僕このターン切れないになると思うけど。あ、なんで？そうなんだな。鬼気がほぼ無理なんだよな。あ、そうなんだ。今日エレキレメヤさん、そうそうそう、うん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 、そうそうそう。いや鬼気だったら俺切りそうだなと思ったから。僕がバイあの、エレキから小宮中までのドア開けて、うん、中のアルマが入って直したみたいな感じで。それで、うん、メインも全部死体探しで部屋見て、でトータスさんが女性いたのも見えててって感じ。死体が光ってないから鬼気はほぼ無理なんだよな。まあアルタケかハタタカじゃない？うん。でミーティング行ってそうだったらハタタカとか怪しいんじゃない？いやミーティングは行ってそうだと俺も思ってんだよな。さあ行こう。やったんだろう。ね。じゃあボタン押さなくて良くないですか俺？やったなら押さないと使っちゃう。別になんかどっか行けばいいじゃないですか。押さずに。ハタタカって初手高田さん無理ですよね。ハタタカ待ったと高田さんっぽく見えるかな。ハタサコマットなの？そんなわけない。やめてハタサコ。ハタサコ俺でいいよだったら。やめて。皆さん持ってけ。やめろやめろ。医務室。誰や。お、生きてる皆さん。僕ってボタンあったっけ？おお。ほら、皆さん生きてる。うん、生きてる。生きてました。誰だ？間違えた。わあ、鈍い位置だったのにな。お、あ、トータさんが死んだ。まあでも竹あるのつながりはないことが確定したから、あとそこだった。うん、そうね。鬼気視点でアルマは切れそうなんですか？いや、それはね、白出ないと思うから、ハタタカアルの順で釣ってほしいなっていう気分だと。タカのアルマはね、確かに白は出ないんだけど、多分ルート上に七子さんがいそうにないかな、うん、と思っちゃう な、ね、僕も鬼気もその貨物から込みまで行ってるんで、ね、ああ。確か俺も貨物だけだったんだよ。直したのが誰だ？直したのが僕。あー俺はこれはいや多分俺が分が悪いから直したも僕だけど、先に到着してたのは鬼気だったから、鬼気がドア来てくれて僕が飛び込んで直したって感じだから。でも一応、ね、高田さん視点でも高田さんつって終わんなかった場合、アルマ視点鬼気が無理だから、うん、アルマになると思いますよね。あと初手キルがアルマの情報が正だった場合って、鬼気ってなんと右側にいるのがほぼほぼ自視点確定してるからうんうん、移動が左にできないから、鬼気の場合相当なトリッキーな。初号機右からベントで左飛んできって、初号機右戻ってきて俺と交流みたいなことになるから、かなり難しいから、どの道高あるかな。OK です。うん。手の現行犯どう思いました？よーし、アクションゲー頑張るぞ。悲しかった。ああ、高田さんなんかい。どっちでしょう。ラトムラトムどっちでしょう。また引いてる。またあ、またシェリフリザルトでも引いてる。リザルトに忘れた。さあ、ナナコさ、ちょっと俺、いや、あの、薬
クソみたいな考え方してた、もしかして。何が？俺の隙見て。いやそんなことないよな。だからなんか元気ないから、自転で抑えたんだって。そういうことか。いやだから実践で抑えて、そのことで頭がいっぱいになってたから、ルートも完全に頭からなくなった。モニョモニョしてたもんね。大笑いしてる。これは口にはしないでおくから。え、何全然わかんない。何何何わかんなくていいんで。本当クソみたいなこと考えて、ちょっとよかった、変わった。変えときます、さすがに。あ、よかった。ちょっともうそれだいぶあれだわ、気それもだいぶ陽気な好きです。